静かだね。なんだか本当、もしもね、かけるくん。もしこの世界に私とかけるくんの二人だけになっちゃってもね。私、それでもいいよ。かけるくん。かける。
します。なんだよ急に、さっき別れだよ。どこ中じゃなん、まあお前らと別れた後にも、はあ、なん、あの思いかける。やっぱり私おかえ、どうしな、あのね、遅かったのは、はい、かけるく、まあ、あらあら、かけいらっしゃい、かけるち、今ご飯の準備しているところだから。お、よく、いや、パパ、ああ、よ、なんだ、嬉しい。おもう、ゆかはいつまでたっても甘えん坊さんなんだか。そんな、まあ、母さんと二人。ほら。Thank you.
そういえばかける君。かける君。まあ久しぶりに来た。それにいい機会だ。君に言っておくことがある。かける君、これからは電話も話は。ごめん、かけるくん。いや、お父さんと、いや、ありがとう、かけるくんが、お父さん。かけるくん。本当は、
シャワーを浴びるのかい？おはようございます。そういえば、かけるくん、今日はバイトの日。じゃあ。おはよう。そんなに急がなくてもまだ間に合うよ。ジュース。なんだよ、か声がち。あ、そういや、赤いかけるが意味わかんないこと口走ってた。人のおつむの心配する前、いいんだよ。ところでさ、健全な男子学生がたまるって言ったら熱いよ。かける、ハドじゃーん。18禁ゲームソフト。パラレルワールドの戦国時代を舞台に、業界屈指のゲーム性もさることながら、パソコン持ってるのにエロゲーをやらないなんてどんだけありえないかというと、そう、何やだ、え、な、夏に発売された新作の、な、その、
くん？俺の絵ギャの俺は喜べ。まずいや。おや、かけるわよ。ここ。な。ただし。おう。俺は今朝、とある悪鬼外道に襲われて、戦国デイズ初回限定版店舗特典テレカ付きを奪われるという事態に陥った。鬼のような女の手に落ち、地面に這いつく。ほにゃららほにゃららら。戦国デイズ初回、
ちょっとゴキブリみたいに。ダメ。すまねえ。いや、バレ。あれ。あれ。え？かけるだから。いや、体験したというよりは。全く理解を超えていたんだが、ありの香りで何かの影、九段の転校生。ちょっと待っ、この俺がそこ伴奏って伴奏校って言っても女の子の頭が痴女だとか変態だとか。俺にそんな大事なものを見られ、俺はなんとか正気を保ち、へ、ということで、ご両親と共にイタリアから日本に帰国して当学園に通学。それじゃあ、他には、じゃあ桃野くんに対してクラスメートのみんなが一人ずつ自己紹介を。必要ありません。え、私はあなたたちだから。あなたたちも、何を、もしかして、お、な、そうか、気をつけな、子猫ちゃん。俺に、そうか、俺の、あんたは教室の後ろ、バイトに。
しおりも空が好きなのかい？俺も好きさ。空は男のロマンだぜ。見えるのか？あやめが丘の空もイタリアの空もそう違わないと思うけど。もしかして あれはね、貴様には聞いていない。あの建物は何？心を開いてくれるんだろう。それじゃあかわいそうだべ。なんかタケルとしおりって似てるな。ポーカーフェイスでマイペースなところとか。ああ、水瀬か。それにサツキも。サイコ先生、怖いです。ああ、人を探してたもんでね、つい。あのさ、うちの男子学生なんだけどさ、こんぐらいの長髪で常に何かをもごもご食ってるやつ見かけなかった？
たまに来たと思ったらもう帰りやがって。水瀬、サツキ、心当たりのあるやつに会ったらこのサイコが探してたって伝えてくれない？わかりました。先生、なんであんなに怒ってたんだろう。あんな先生見るの初めて。仲がいいって言っても体調が悪い時に保健室行くくらいだし、私の知っている範囲じゃ知らない。どうしたの？どうかした？お疲れ、かける君。お、今日はゆかちゃんも一緒かい？お邪魔。ゆ、
じゃないか、かけるくん。女の子にとってスイーツは別腹なんだよ。それは砂糖漬けにしてあるから一緒に食べても大丈夫だよ。これ絶対に評判になりますよ、マスター。マユワイフの手作りケーキはどれも絶品だからね。すごいよ、かけるくん。口の中が全部バラの花になったみたい。すっごくいい香りだよ。この感動をカケル君に伝えたかったのね。別にいいじゃないか、カケル君。ユカちゃんが喋ってると店の中がパーッと華やかになるしな。華やかに。お疲れ様、カケル君。いやー、お疲れ様。可愛い彼女をいじめちゃダメだろ。そうだ、ゆかちゃん。はい。うちでウェイトレスする気はないかい？喫茶にしようかと思ってるんだ。アルバイトとかはお父さんたちに相談してみないと。テレビで見たんだけど、最近巷ではメイド喫茶なるものが流行ってるらしいじゃないか。その時節時節の流行を取り入れなきゃいけないと思うんだよ、私は。それにそろそろ若い女の子のバイトを取りたいなと思ってたところだし。メイド喫茶ってそういうものなのかい？男のメイドさんっていないのかい？そうか、カケル君がメイドになれないならツベリアダメイド喫茶化計画は難しい。喫茶の件は私の独創だけど、実はお前発注したんだよ、女の子の制服。マイワイフに原案を考えてもらったんだけど、これがねとってもキュートな感じなんだよ。前々から一人バイト増やしたいと思ってたんだ。近々新人を入れるつもりだから先輩として指導を頼むよ、カケル君。
ゼビリアダに行く前に電話しといたよ。それにしてもよかったね、タケルくん。また昨日と同じようにあの変な世界に連れて行かれちゃうんじゃないかと思って内心ドキドキしてたの。
お疲れ様。そんな冗談を言っても意味がないだろ。若くて可愛い子にするから、かけるくんも楽しみにしておきなさい。何を言い出すんだ。それじゃあ私が嫌なんだよ。お疲れ。